1日何時間勉強すればいいですかと。まあ、1日ね、まあ、ぶっちゃけですね、できる限りやった方がいいですね。はい。まあ、僕自身、何時間やるとか、本当に考えたこともなくて、もうできるときにやるとしか言いようがないんですよ。っていうのも、まあ、司法試験とか、愛知国家試験とか、まあ、その限られた時間の中で、まあ、本当に短期間の中でギュッと、僕は短期合格を目指して勉強してたわけなんですけど、ギリギリ達成できる目標だからこそ、もう全部の時間、できる限りの時間を捧げないと意味がないですよね。まあ、多少余裕あるんでしたら、別にそんな、そもそも何時間やんなきゃとかっていうのそんなに考えなくていいんですけど、まあちゃんと自分の中である程度高い目標を掲げて、まあ努力したらギリギリ届くんじゃないかなっていうラインの目標を設定しているのであれば、それはもう自分のね、できる限り、できる範囲やった方がいいと思うので、なんか何時間っていうね、時間にとらわれる必要はないんじゃないかなと思います。まあ、できる限り、まあ自分の中で10時間みたいな適当に設定するのはありかなと思います。